ヤッホー、ゆきちかだよ。今日も映画内やっていこうってな感じで、今日も映画内やっていきたいと思います。どうも、ゆきちかです。よろしくお願いします。な感じで、公式戦でございますね。決勝戦でございます。竹の子行きましょうか。この試合はコールドがありません。今日の試合はコールドがありません。もしここまで岩瀬さんの出番が少ないな。石田のキャッチャー以外意外と働いてんのかな。どうなんだろう、なんか意外と無難な戦いができてるわっていうイメージの戦いでございますが、大谷さんホームラン6本打ってんの、エグちゃんや、もうエグちゃんや、エグです。行きましょう、しゃがし始まりました。夏の都大会決勝戦でございます。もしよろしければチャンネル登録ご評価していってください。よろしくお願いいたします。マース総合戦力 B でございます。でもあれだね、あのチェーンソーマンの連載開始決まったらしいね。確か7月13かな、公式のあのチェーンソーマンツイッターで上がってた。いやー楽しみすぎるね。ジャンププラス、しかも水曜日。いやジャンププラスが黄金、まあジャンププラス全部作品面白いんだよ。全部の作品面白いんだけど、なんかあえて水曜日にしたのかなっていう感じがします。多分その代表作品みたいなジャンププラスの中でもある作品あるじゃないですか。ジャンププラスも月曜日だとスパイファミリーとか、今多分あやかしトライアングルがやってると思うんだけど、あやとらやってんじゃん。で次と火曜日か、火曜日ダンダダンあるじゃん。で水曜日がまあなんか代表っていう代表はおらんかったんよ。なんかまあ火曜日も面白いのはあるよ。火曜日も結構面白いなって作品もいっぱいあるんだけど、あるんだけど、あ火曜日じゃない水曜日ね、あるんだけど、なんかその中にもなんかこれっていう作品とかまだ多分なくて、俺でも最近マリチッド鬼神とか読んでるけどね。なんかそういうところでもしかしたらそういうのがなくて、まあ、とりあえず水曜日にタツキさん入れようぜみたいななって入れたのかなと思った。で木曜日が推しの子とか、あと忘却バッテリーとかさあるじゃないですか。で金曜日だと金曜日俺読んでる作品あったっけ。あ金曜日あれか、怪獣の子か、怪獣の子金曜日だわ確か。怪獣の子、あ怪獣15混ざったわ。そう俺読んでないけど、で、土曜日が 2.5 次元あって、日曜日は、俺、キルルぐらいしか読んでないわ。なんだけど、なんか、そんな中で見てて、まあなんか、いい感じのところで行くってなったら、多分、奇数呼びだったのかなっていうふうな、まあ、名探偵ゆきちかな推理でした。アウト。ごめん、今のはアウトだったわ。3で走らせた俺が悪い。今のは3で走らせた俺が悪い。そう、っていうふうに推理をしたゆきちかでした。あとはなんか、マガジンとか、サンデーと戦う気なのかなって考えてしまった俺がいる。戦うのかな、いいよ戦う君の歌をだよ。俺は歌うよ。どうなるんだろうね、マキマさんも食べられちゃったじゃん。マキマさん食べられちゃったからさ、ヒロイン作るのかな、なんか学校編みたいな話だけどさ、2部って言ってもなんかもうどうなるのか分かんないからマジで楽しみなんだよね。楽しみこの上ないです正直。もう最高に楽しみです。チェーンソーマン2部どうなるのか、マジでどうなるのかだわ。マジでね早く見たい、マジで早く見たい。早く7月になんないかな、7月に早くなってくれ、なってくれたらもういいよ、もうそこで全て満足かけず。もう7月な、暑いからな、7月暑いんだよな、暑いのは嫌なんだよね。わかるかな、寒いのをさ着ればなんだかなるじゃん、服着ればなんだかなるけどさ、暑いのってなんともならんじゃん。どうすればいい、全裸でいるっていう、全裸でいちゃうっていうぐらいしか対策ないじゃないですか。それがね悪いとこだよね夏の。まあ夏はさいろいろと楽しいのあるよ、お祭りとかさ、まあなんかねイチャイチャしたりとかさ、なんかイチャイチャしてるのを見てわわわわいって中指垂れたりとかさ、中指垂れちゃダメだよみんなは、みんなはいい子だから中指垂れちゃダメだよ。そうだったけど、だとさ、だとかさ、親指、右の親指とかさ、しっかりと相手に向かって下げてみたりとかさ、This is going to big white。 あと花火大会行ってみたりとか、なんかいろいろとあると思うんですよ、夏って。ただよ、ただね、違うのよ、違うだろうなのよ。結局は冬の方がいい、冬の方が寒いけど
着まくればいいみたいなのがあるから、俺は暑いの好きじゃない。暑いとね、やる気なくなるんだよね、いろいろと。みんなどう？みんな暑いのと寒いのどっちが好き？みんなは暑いのと寒いのどっち好き？俺はもう断然寒いのの方が好き。あとね、まあ一番は秋とか春よ。秋が一番好きかな。食べ物美味しいし。秋が一番好き。秋は至高。マジで至高。至高の秋。俺の秋。7回なんか今のでカットしようかなと思ったけど、7回全然終われねえわ。よし、行きましょうか。大谷さん。はい、大谷さん。はい、大谷さん。なんか6番あたりでぶん回してるの最高だね。4番にはね、いるから。うちには。今のところはね。いや、斎藤ここはホームラン狙いで行ってもらおうかな。ごめん。マジごめん。なんか流し打ちとかあたりつけたいけどね。代打しまーす。ハンド。今のところなんかみんなに最初紹介したときは、高橋が代打の1番手って言ったけど、半田が今代打の1番手です。すいません、半田の方が代打で1番手出てます。そう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 、これ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 、半田が結局今の代打で1番手。半田がいいのよ。半田たまらん。半田たまらん。生駒はちょっと代打出します。次、新岡崎。この代打のこの羅列よ。岡崎は別に代走でもいけるからね。岡崎剛、名古屋に向こう。オーマイガー。8回岩瀬さんです。なんかしっかりと系統策できます。岩瀬さんもしっかりと使っていく。で、系統策、系統で繋いでいく。いや、岩瀬さんも強いからね。普通に考えたら岩瀬さんエースなんだよ。まあ岩瀬さんと上原さんの調子がいい方を使っていく。で、大谷さんも途中で投げさせる。そうすることでみんな成長していく。あ、素晴らしい。いや、雪地下素晴らしいって学んだでしょ、キリで。あー、雪地下今のその育成法いいわーって。まあ、前生放送でも話したんですけど、俺なんかめちゃくちゃ育成が上手いわけでもないんですよ、正直。なんか、はちゃめちゃなんかその出てる人たちみたいにさ、上手いわけでもないし、かといって、なんか、ね、すっごいなんか人がいるわけでもないじゃん。もうそうなったら俺のアイデンティティは叫ぶ。うるさく。もうそれでみんなが笑ってくれればもういいの。みんながね、少しでも笑ってくれ、もう一人でも笑ってくれる人がいたら私はそれで本望です。行きましょう。本望です。本能です。それは敵は本能じゃり。行きましょう。レイジートの当絶工業。これさ、なんか看板当てたらさ、いくらあげるみたいなのあんのかな。看板当てたら100万円だよみたいな。ヤフードームあるよね。ヤフーじゃねえよ、ペーペードームだわ。なんかある、みんな昔この名前だったところ呼んじゃうんだよねみたいな、あるよね。わかるかな、みんな呼んじゃうんだよね。ヤフードームはまだヤフードームだし、西武ドームは西武ドームだし、まだ何なら俺福岡ドームつっちゃうし、まだヤフードペイドに名前なれないね。なんかあるかな。お前は年いくつだって言われることあるけど、マジであるで。昔の人が多いよね。ちなみに待って、まだホークスのこと大芸って言ってる優勝もいるしね。ダイエーって何年前やねんと思うけど、そんなヤフードーム も前だからね、なんとも言えねえ。大谷さん打率5割やって、打率5割やって、えぐ、え今のから三振する、今ので三振する流れやった、今の俺三振する流れじゃ絶対ないと思った、絶対違うと思った、そこちゃうやろーって。お願いします。ここで高橋と引けへし行きます。引けへし、くせ者。ここは1点取れました。ありがとうございます。12点目、ありがとうございます。12点目ありがとうございます。入ってこい、帰ってこい。回れないか。9番誰だっけ今日。あ、岡崎だ。岡崎にさっきしたわ。あえての岡崎を残した。転がす。1点取ろう。なんかこのピッチャーから1点も取れないの、なんか尺だわ。なんかやだわ。なんかそんなにめっちゃいいピッチャーではないじゃん。絶不調で。1点取ろうよ。取れたね。よかった。防御率はマイナスにならないけど、結果1点取れたから OK です。そんなにめっちゃいいピッチャーってわけでもないんだよな。球速120しかないし。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これが福本です。いや、いいね。決勝戦 14-0 って俺大阪遠いんかよ。遠いんだわ、これ。ごめんな、なんかごめんな。なんか、俺も悪くないし、君らも悪くないけど、なんかごめんな。レイゼーズゴーン、とどめや。
とどめの一発、外心の一発、あのあるね、昔エグゼイドっていうのが、ああプルシシフトの間をぶち抜いていく、エグプルシフトの間をぶち抜いていく。中江もどうなる、中江も行っちゃっていいんだよ、へい行っちゃって、防御率 0.00 ぶっ壊せぶっ壊せ。はい、最終回です、やっていきましょう。最後は大谷さんです。なんか今のところは多分途中まで上原さん投げ、途中で大谷さんに代わり岩さんで締めるとか、大谷さんが途中で投げ岩さんが締めるとかっていうのが一番流れ的に綺麗な気がする。年齢も全員使っちゃったから、ここは普通に行きます。あ、ちなみにキャッチャーは今阿部に変えてます。正捕手候補です阿部は、意外と。来年じゃ石田じゃん、石田が正捕手だから違うわ、レギュラー候補。 OK、 マンホールから福本、はい、このゲリューガー、今のボテボテでゲッツー取るっていうこの素晴らしき二遊間よ。ありがとうございます。俺この後髪切りに行くから、そろそろ動画撮りに終わるわ。大谷さん4点台まで持ってってるわ、素晴らしい。はい、優勝。やっぱりっていうのやめよう。ごめんなさい、何でもないです。いやー、いいね、背番号7の大谷さんが待ってました。はい、ありがとうございます。いいよ、嬉しい。47都道府県セーフしたいわ。セーフ？セーハ？どこのセーフだよ。な感じでございまして、皆様、このロードが長えのよ、さっきから。はい、17対0です。圧倒的勝利でございました。次回はまた野球マスチャレンジ、野球ファンスじゃないや、騎士チャレンジからやっていきたいと思います。行きましょう。また次回の動画でお会いしましょう。またね。行きましょうじゃない。バイバイ。